普通この子、本当に子供を産んでまさに知る父の成就はなんか理屈に合わないんですけども、これは中国では子供を産むってことを育てるということでもありますので、子を産んでまさに知る父の成就、子を育てる、あるいは、自分の子供を持って初めて分かる父親のこのありがたみ、あるいは父というのは師匠というか先生でもよろしいです。ということはどういうことかと言いますと、その経験をしないとなかなかありがたみとかですね、苦労というものは本当に分かるものではない、いくら言葉で理解をしても何の意味もないのだということ。こういう言葉があります。もし皆さんこういう勉強をして、その先生の教えていただいている先生のですね、この知的レベルとかなんとか、あるいは思想の深さとかですね、そういうものを超えようとするならどうしたらいいかという問題なんですが、我々の世界でこういう言葉があります。見死に、見死と等しくして死の反徳を減ず、見死に等しくして死の反徳を減ず、見死に過ぎてまさに伝授するに耐えたりとこう言います。まあ、言葉で書くと煩わしいですが、見というのはこういう字を使います。見死と等しくして、こういう言葉があるんですね。一生懸命勉強する、修行をして、その師匠と同じレベルに達した、これはすごいことだと思いません？なかなかありませんよね。大学だって高等学校だって先生と同じレベルに達するなんて、これはなかなかありませんね。でもそれでは死の半分の徳を減らしたのと一緒だと。だからこれは家の中でもそういうこと言えません？お父さんと子供があって、後継ぎの、これは大体中国の思想ですから男の子っていうことになるんですが、もちろん女の子で養子さんもらったっていいですよ。父親は勝れてないと本当にその家を継ぐことはできないって言うんです。父親を勝れてなかったらどうなるかっていうと、どういう言葉があるかご存知ですか？こんな言葉知りませんか？ここに3代目のことありますかね。からようってご存知ですか？もう今のだんだん分からなくなりましたね。あの大きな風呂敷、あのなんかこう昔の木綿の風呂敷で緑とか青とかありますけど、あの模様なんですか？唐草模様ですね。あれを持ってですね、初代は頑張って財を成す、家をきちっとする、あるいは会社を起こすとかします。ものすごい大変な苦労をされますね。二代目は息子さんの代ですから、ちゃんと父親のお父さんの苦労を見てみます。ですから何とかしてこの子を守りたいって、こういう意識が強い。三代目はどうですか？もうおじいちゃんで、そのおじいちゃんの苦労なんか知りません。その 孫さんは最初から坊ちゃん坊ちゃんで可愛がられますんで、蝶や花屋と育てられますから、好き勝手して、そうするとどうなるかというと、あっという間に財をなくしてしまうというか、唐世で描く三代目って言います。で、それはなぜかというと、二代目が剣というか、剣式というものがお父さんをと同じ、ともかく守ればいい。この発想ではダメだって言うんです。だから、子を産んで初めて分かるっていうのは、自分のお父さんだとかおじいさんの代の苦労というものが初めて子供を産むというか育てることになると分かるというんですね。
子を養って知るマサの父の自由というふうに読んでもいいんですが、幸運でマサに知る父の自由と、こういうことが今 あまり言われなくなりましたけど、本当にこれ大事なことだと思いますね。どんな勉強をするんでも先生を超えていくんだって意識を持つこと、これが本当の意味での弟子の役目だと思いますね。先生に近づこうとかですね、追いつこうなんていう発想ではダメだということですよ。こういう厳しい言葉もあるよ。子を養ってっていうふうに書くんですが、幸運で父に及ばざれば関門一世衰えるって、幸運で父に及ばざれば家紋、家の要するに家が潰れてしまうっていうんですね。さっき話したことはそのままです。こういう言葉もあります。ではそれを超えるにはどうしたらいいでしょうね。それは常に学ぶというのか、常に生きていくという、精一杯生きていくという思想、考え方が必要ですね。それを明日に道を聞けば夕べにシスともかなりという言葉で表現していいと思うんですね。朝、その本当の意味で仏法というものが、あるいは、その真理というものを聞くことができたならば、夕方には死んでもいいんだと。というのがこの意味ですよ。そういう覚悟で物事を成していく。勉強もそう、仕事もそう。自分の役目を果たすというのはそういう意味だということですね。こういう覚悟っていうのは今本当になくなりましたですね。これは法というもの、あるいは学問の世界の真理というものを体得することの大切さと、それからそのことを極めるんだと覚悟することの見事さっていうんですかね、それを表した言葉ですね。見事さと言っていいと思いますね。見事っていう言葉をかけますか、かけますかって失礼だけどあんまり使いますけど案外書きにくいですね。どういうふうに書くか、こうも書くんですよ。こうも書くこともできますけども、普通見事っていうのは書きますね。見事ね。でこれどうして見事なんでしょう。要するにこの見識ですよ。見識に過ぎて初めて伝授するに耐えたり、そのことが見事なんですよ。見事ってのは見識ですから。見って先ほど使いましたね、この見識に過ぎて初めて伝授するに耐えて、同じでは半分徳がなくなってしまう。見事さですね。明日に道を聞いて夕べにシステムをかなり。これ論語にある言葉なんですが、ですからこれ前後では特にこれ論語でもありますし前後にも使うんですけどもね、特に前後の中ではこれに似たような言葉っていうと、こんな言葉があるんですが、ちょっと後で書きますが、節語を初めて知る正白の操を。ちょうど雪が降りましたね。雪がどん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 今も降ってます。でこれで雪が降ってですよ、もうちょっと積もってくるとこの辺の木どうなりますか。あまりこう木に枝が雪が積もってくると枝がボキボキと折れませんか。でもその時に本当に強い木というものは耐えますね。これを正白の操って言います。松とか柏の操って言うんですよ。要するに覚悟の素晴らしさのことですね。操って節語初めてする、苦しい厳しいことが起きたらその後でその人の覚悟の素晴らしさがよくわかるっていうんですよ。
雪が初めて知る、雪の後に初めて知る小白の操です。じゃあそれと同じように、それをもっと説明したことでこういう言葉に、ことかとをして初めて知る条文の真というんです。ことっていうのは物事のことが、かとうっていうのは難しいという意味です。難しいことが起きたときに初めてその人が丈夫か丈夫でないか分かるって言うんです。丈夫って言うと普通何ですか？普通日本語で丈夫って言いますと体が丈夫じゃないですか。でも本当の丈夫って何ですか？本当の丈夫に上大きいつけると何ですか？大丈夫ですよ。あれが本当の丈夫です。丈夫の真というのはこう書くんですけど、でちょっと前後逆になりましたけど、こと加藤して初めて知る丈夫の真。初めてはこっちを2回使うから、まさに知るでいいですね。これまさに知る、さっきは初めて同じ字ですけどね。この場合はまさに、こと加藤してまさに見る丈夫の真です。ごめんなさい、こういうふうになります。さっきのはまさに知る小白の操です。節句が初めて知る、小白の操。こちらはこと加藤してまさに見る丈夫の真というふうになる。こっちからこう、ごめんなさい、逆になりましたけど、ですから、まあ、ちょっと昔の言葉で話ちょっと分かりづらいかもしれませんが、論語にこんな言葉があるんですね。道を志すにおいて、いいですか、道を志す、物事に志すにおいて悪意悪職を恥じた、恥じるって言うんですけど、この着ているものが汚らしいとかですね、見にくいとかですね、それから食べ物もまずいとかですね、足らないとかっていうような人は、これはもう道を議論するに、道を一緒に話すに足らない人だっていう言葉があります。道を志す人において、食べ物について、ああでもね、好き嫌いだとかですね、多いとか少ないとかっていう人、それから着ているものがですね、似合わないとか似合うとかですね、そのことばっかり気にしているような人では、その道を志す話はできませんよっていう言葉があります。それこそ明日に道を聞けば夕べにシストもかなりです。こういうことが今あまり言われなくなりましたけどね、この道って何かということです。道という言葉の始まりを何回か話しましたが、覚えてられますか？あまり衝撃的だと大体一度聞くと覚えますよね。戦争があってですよ、大将同士が普通戦うことになる、最終的には勝負を決するんだそうです。戦争がダーッとなるけども、大将、そのこちらの大将、こちらの大将が最後出てきてわーっと戦ったりとか、あるいは戦わないにしても、この大将が死んでしまえばこちらの国は負けになるんです。ですから兵隊さんがたくさん残っていても、大将一人亡くなっていればこちらは負けです。極端なことを言えば、大将一人残ってこちらの兵隊全部亡くなった、でもこちらの大将は生き残っていて、こちらの大将が一人亡くなって兵隊全部残っていても、こちらの国が勝ちなんだそうです。これが中国の戦争なんだそうです。でも勝ったはいいけど、全員が戦争に出てくるわけじゃありません。その国の大半の人は国に残ってるわけですから、その勝ったということを一刻も早く国に知らせないと民衆が安心をしないし、場合によってはスパイかなんかダーッと先に行って、お前の国負けたぞって言ったら、この国人みんな逃げてくるでしょ。そしたらこの国は勝ったと言いながら国がないですから、これ負けたと同じになってしまう。ですから勝ったら大将の首を持って一目散に国に帰って、ほら
勝ったぞとこう証拠を見せることが大事なんだそうです。でもそうするとその一人がずっと走っていくとあと兵隊が残ったものがずっとあと追いかけますよね。とそこに一本道にこう踏みしめられた一番直線の道が道というのか足跡が続きますね。それが道の元なんだそうです。ですから首が走るとか道というのは ここに道がこう明日に道を切る。この道という字はこうでしょ。これ首でしょ。どう見たってでしょ。でこれ侵入ってもっと昔はこう書いてあるんですけど今はこう一つになりましたけどね。これ走るという意味なんです。でどういうかって走るってこうあるでしょ。これここの字がこうですよ。これここにいいんですね。走るね。首を持って走るから道ができると。これが道の原点なんです。今はそんなことやったらえらいことですけどね。すぐ逮捕されてしまいますけど。その首と似ているのが今度首にこの首にあるものでいろんな 目とか鼻とかありますが次に目の話をいたしたいと思います。3番目歯を持って目となすって書いてあるんです。で歯って何か何でしょう。歯ってちょっと分かりづらいんですがこれは何ていう字だか分かりますか。この字は何というふうに読むかご存知ですか。虫編になってますけどこれ虫を魚編にしても同じ意味になります。何という字だと思いますか。魚編にしていいわけですけど海にいるものです。はい、海にいるもんですね。川にもいますけどこのこと、そうですね、エビ類です。エビ類の字なんです。エビという代名詞みたいなものです。歯を持って目となすって何でしょう。エビを持って目とするって言うんです。これだけじゃ分かりませんがもう一つこの字は何て読むか分かりますか。これはこう書いてもいいんですけど水母です。水母って何でしょう、水母って読むんですけど水母って何でしょうか。はい、水草。水草ではないですね。それはちょっと水臭いですね藻ではないんですね。え、クラゲってすごいですね。クラゲですねクラゲって読むんですよ。クラゲ好きな人いないでしょうね。クラゲでも食べられるクラゲと食べられないクラゲいますけどクラゲってどういうものでしょう。この日本海の時々異常発生してどの子のって話ありますね。海水浴できなくなるとかってじゃあクラゲっていうのはあまり好かれてはいませんがクラゲってどうやって生きてるんでしょう。ポカポカ浮いてますよね。浮いててどうして生きてられるんでしょうか。こうやってフッフッフッってこうやって泳ぐことできますか。あれ尻尾があってこうやって長く浮いてるなんて見たことないでしょ。そういうクラゲもいるかもしれません。普通はプカプカって浮いてるだけじゃないですか。浮いてるだけでどうして生きてられるんでしょうか。水の中にいろんな栄養素があるからそれを食べてるんだってことになりますがどこもかしこも栄養素でいっぱいでしょうか。いや水の中だってやっぱり綺麗な場所もあるしそういうプランクトンというかなんかそういう餌の量がいっぱいのところもあるしダメになった赤潮みたいなところもあるしと思いません。
じゃあどうして動け、ポカポカ浮いてるだけで生きていけるんでしょうか。実はこれは話を聞くと本当に驚きなんですが、クラゲは他の魚食べますか。クラゲ食べる魚ってあんまりいないと思いますが、クジラは食べるかどうか知りませんが、まあ何とも言えませんが、あんまり好まない魚、他の生き物からも嫌われているようなものですが、 でも自力で生きられない。じゃあどうしたらいいか。この中にこうなってでしょ、この中に対比する、対比っていうのは逃げてくるものがいるんですよ。何でしょう。プランクトンも逃げてくるかもしれませんが、プランクトンは逃げ、自分の意思なんかないですからね。この中に生きていくのはこの蚊です。蚊。エビだってこんな大きくなったエビじゃなくて、こんなちっちゃいエビ、卵を産んですぐ帰ってきたエビってこんな小さいもんでしょ。あれは格好の餌です。他の動物の魚なんかあれを食べたらもうだってもろに栄養ですから、カルシウムもいっぱいあるしでしょ。だからそのままフォーが砂をポカポカしてる、みんなバーバー食べれちゃうわけですよ。そしたらああいうものは全部このクラゲの中に入ってくるんだそうです。ところが彼らも餌がなきゃ生きていけません。要するに彼の餌とするのはプランクトンっていう類のものらしいです。そうすると中でエビがプランクトンの方に行きたい行きたいってこうやるわけですよ。そうするとクラゲをこう押すんだそうですよ。でプランクトンのところにクラゲを連れていくわけです。そうしないと自分たちも生きていけないから、ということが顔を持って目となすって意味なんです。お互いに生かし合っているわけです。すごいことやりません。これはある文章の中にある言葉なんですが、これ要は何か本当に学ぼうと思ったならば、最初は何も分かりませんけれども、そういうかってそういう簡単なそのこと、真理のようなもので、だん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 高い高い心に連れて行かれるっていうの、あるいはそういう先生がいて導いてくれる、先輩でもいて、そういうことに使う言葉なんですが、もう一つはあまり努力しなくても生きていけるっていう意味ですよ。でしょ。両方の意味がある言葉なんです、これ。だから明日に夢を、明日に道を引けよ夢にシステムもかなりまさに顔を持って目となすような、そういう文章とか人とかこういう指導者とかいたら助かりますね、道を求めるには。ところが安易にそういう人のずっと頼りにしてると、楽をしてしてまう、楽をして結局は大して成長しない。じゃあもしこの中にクラゲがですよ、クラゲの中にエビがいて助かりましょう、ずっとこの中にいたらどうなりますか。エビは成長しないでしょ。いつか出てかなきゃいかんですよ。ずっとこの庇護のもとで生きてるんでは意味がない。人の目とかでね、人の力を借りて生きてるんでは意味がない。どっかいつか独立しなきゃいかん。その両方の意味を持った言葉なんです。顔を持って目となすというのは、ある面で言うと皆さん禅語を学んで今日来ていただいてますが、この貝なんかは一つの貝ですね。でもそれが分かったら、禅語というのは言葉で記憶するだけでは意味がない。生きるための一つのそういう真理が真理の言葉ですから、それが分かったならば一人でこれを一つの座右の銘にしてですね、頑張っていただかなきゃいけない。聞くだけで抑え、もうそれで良しとする人は顔を持って目となすの悪い方のタイプになるわけです。そうならないようにお願いしたいと思いますね。お釈迦様という方は一生厳しく弟子も指導されました。これは案外知られてないんですけど、厳しく指導されたそうであります。でところがこういう言葉があるんですよ。お釈迦様は一生自らにも厳しくされましたが、弟子たちにも厳しくされた。女性の信者さんを長いこと入れなかった、信者さんというか修行者を許可しなかったのは、そういうこともあるんですね。やはり男女が一緒では
そういう世界もこう衰えるというか乱れるものでもありますが、女性自身に対する一つのこれハラスメントじゃないですよ、こう一つの男女の役目の違いというのもありますね。道を求めること、明日に道を聞くは指にシストもかなりという人は、これどちらかというと男性よりも女性よりも男性です。だって女性は子供というものをね、産んで育てるという宿命がありますので、そんなこと言ってたら子供は育たないわけですよね。いろんな力を使って顔を持って目となすようなことも積極的にやらなきゃいけないこともありますし、でもこの兄さんという言葉はね、これお互いに補い合っているような言葉だと思いますね。お釈迦様は一生素晴らしく厳しく人弟子たちを指導しましたが、今の人たちはどうだっていうことになった時に、今の子孫というのは要するに、後継ぎですよ、お釈迦様の後継ぎの者たちはみんな顔を持って目となすんだと言っている者がいます。これはどういうことかというと、お釈迦様の教えがありましょう。これお釈迦様の教えって何だか分かりますか。形の上では仏法の教えというのはどこに書かれていますか。経典じゃありません。スートラってお経の世界でしょ。それをもって良しとするということが顔を持って目となすですよ。そこに書かれているものだけを金閣玉城のごとくそれをこう保っていけばいいっていうんですかね。それだけで身を守っていけばいいっていうのはね、そういうような発想しかしなくなる。広大な子孫は顔を持って目となす、これではダメだっていうんですよ。じゃあどうしたらいいか、次の言葉です。さらに三世のことを30年せよってんですよ。今日で131回目まで来ました。さらに三世のことを131回せよってことです。うんって言いますけど、皆さんあと15年は頑張ってもらわないと131回、もう一回131回はなりませんよ。131回って言ったら大体15年ぐらいだと思いますけど、15年分ぐらいだと思いますけど、さらに三世を30年というのは、何かをマスターした、何かが理解できた、このレベルまで自分の技術が進歩した、そしてそこで満足することなく、さらにまた一から30年勤めるぐらいにならなきゃいけないという言葉でありますね。でこれ実際は中国のこの唐の時代、このいろんな文化が発達した時代ですね。で仏法も非常にこう深くこう中国化されてですね、研究もされ、さらに行も積まれてですね、高い仏法の世界に行ったんですが、その当時のお寺の修行僧どのぐらい信用されたか。今の日本では我々の禅宗の修行の世界では、3年浸透白髪見せてって言葉あるんですが、ご存知でしょうか。3年間白髪を見せるっていうんです。白い歯を見せるっていうのは、今マスクしてるから見えませんけどね、皆さん白い歯っていうのは、まあ大きな口開けて話すってことそう見えますけど、普通笑うと見えてきますね、歯が見えますね。そういうことをしないっていうんです。3年間道場に入ったら科目にもう学ぶ一心にして人と話もしない、冗談化粧なんてことはあるんですけど、要するに冗談話とかですね、それから笑ったりしない。化粧ってのは笑ってみる、顔の化粧じゃないですよ、たまに笑うっていうんで化粧って言います。そういうことを一切しないもんですから、白髪を見せないというのが信用層の、まあ、一つの姿だったんです。それは日本では3年なんですよ、一つね、そのぐらいやらなきゃいかん。でもそこから修行してあと10年ぐらい頑張る人も昔はいたし、20年の人もいましたが、唐の時代は道場に入ったら最低でも30年いなきゃいけないっていうぐらいあったそうですよ。そういう言葉があったそうです。だからさらに三世を30年ですよ。30年やってさらに30年です。いくつになりますかねえ。最低でも60年だから20歳で入っても80歳ですね。80歳まで修行せよって。
ところがこういう人がいました。本当にこういう人、歴史に残った人でこういう人がありました。これは上州重臣伝次という方です。この上州禅師という人は禅宗にとって非常に大事な方なんですが、まあ、いろんな言葉で後世に影響を与えていますが、まあ皆さんの知っているのでは庭前の白獅子にも知らないと思いますが、上州の無なんていう言葉ご存知ですか。無っていう、このこっちにちょっと書きますけど、何でもかんでも無で何もないっていう、そのこういう言葉でも有名なんですけど、どういう人かと言いますと、この方の和尚さんというのは南泉禅師という方なんです。南の泉って書くんですが、この方も大変なお方なんですが、この方の下で修行を始めて、20代の最初の頃に始めて、そして頑張ってですね、とうとう深い修行をされたんですが、この上州禅師が56歳か57歳の時に南泉禅師が亡くなられるんです。そうすると昔は師匠あるいは自分の両家族、父親母親が亡くなると子供の代では3年間喪に服すっていうのが普通なんです。3年喪に服すって言います。で上州禅師はそれを実際にされました。で3年喪に服すっても形だけの喪に服すっていう人が 大半なんですけどもね、本当に喪に服すっていうのは寺にでその師匠ですから、この寺のこの境内地から外に一切出ない、一本も出ない。でそれもこういうあの寺の大きな建物の中で生活するんじゃなくて、喪に服すっていうのはその寺の中でまた小さなもう本当に暴れ屋みたいなものを建ててもらって、その3年間だけで崩れてしまうようなものを作って、その中に住むんだそうです。で最低限の生活、1畳か2畳ぐらいのこういう部屋なんだそうです。でここで生活何するかというと、死を忍ぶ生活、座るとかですね、あるいは死の本をたくさん読むとかですね、そして外に出ないんです。出なかったら危ないじゃないかということになりますね。で食べ物は外から運んでもらう、排泄物は外に、まあ、要するに片付けてもらう、要するにここから動かないんだそうです。これが本当の3年後に服すんだそうです。でそれをされたんだそうです。そうすると56からいくつで60歳までです。それからどうされたか、20年間ずっと世間を暗夜されたんです。で修行に行かれたんです。さらに三世を20年、そして本当の意味で修行にいろんな道場に行って、60歳の意味ですけども、まあここで修行させてくれということでずっとそこに行って、また次の道場に行って、こういろんなところに行って20年だそうです。で80歳になりました。80歳になってあるところに縁ができて、そこで初めて寺の住職になったんだそうです。それから40年、今度は弟子を指導するために時間を使われたんです。で合計するとお年は120歳です。さらに3030年で、それを本当に行われた方ですね、実践された方ですね。これは言葉の絵だけじゃなくて、実際はこういう覚悟で世界、その当時は、信用がなっていたんだそうであります。なかなかこうはできませんよね、30年なんてね。でも30年ほど修行されたら一体どういう世界に至るか、一つの例を話をいたします。皆さんのお宅で未だにっていう言葉はおかしいんですが、今でも餅をつかれる方は、家はありますか、お宅はありますか。
餅つきをされるところ。え、本当に餅つきじゃなくて、あ、それでそれで、いや、ただもうあまりないでしょ、機械でギューッとやるところはあるかと思いますけどね。私も子供時代は年末には父親が餅をつきましたので、手伝ったり手伝わされたりいろいろしました。いまだに証言寺では、28日の真夜中に餅をつきます、ね、27日の真夜中で28日になる。29日に行ってはいけません、く餅になるから28日中にもう、まあ、広げなきゃいけない。ですから27日の、夜中の0時夜中の0時だから28日になる、そこからもう月が始まるんです。大変ですよ。で、朝の私が運勢時代は、まあ、運勢が信用する者が20人とか30人いましたから、まあ、元気があってわーわーやって大体6時半ぐらいに終わるんです。30うすぐらい30うすですよつく餅の量はバカにできないんですよ。一うす大体2升とか3升とかねやるから、もう一頭とこの騒ぎだすごい量ですね。もう餅をどんどん貸しては蒸しては その続きですね。石臼が2つあって両方でガン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 やるわけです、ま、そう、それを作るだけですね。丸めるとか伸ばす人も必要ですからね。やっぱり 2,30 人いないと難しいんですけど、まあ、今はそんなにいないんですが、それらしきことをしております。その餅の問題なんですが、こういう話を3年3030年でこういう話したんですよじゃあその30年したら一体どういうふうな人になるかっていうと、こういう表現があるんです。修行の世界ですよ、仏法の世界で30年修行してさらにまた30年したら師匠も超えるでしょ。師匠を超えるってことはどういうふうに書くかと言いますと、こう書くんです。師匠を超えるわけですから、本来だったら超っていう字を使います。超えるって超です。超死でいいんですけど、調子だと調子悪いでしょなかなか冗談が通じないから困ったと思いますけど正式にはこういうふうに言うんです これも超えるです。こっちの超えるはここでよかったかな、これでよかったですね。いいですね、これね。これも超えるでしょ。峠を超えるっていう。これも超える。これはもうずっと飛び越えて超える。超仏オッソっていうふうに読みます。エッソじゃなくてオッソって読みます。つまり先ほどさらに30年で師匠も超えなきゃいけないって言いました。じゃあ師匠を超えた境地って一体何かって話です。という質問をした人がいるんです。ある素晴らしい高名の和尚に、これ雲門禅師という人です。長仏おっそって一体何ですかって言ったら、何と答えたかと、正月の餅と答えたんですよ小病って言うんですけどね、餅と答えたんです。餅ではちょっと話はいいもんですから、長仏おっそは一体何だって言ったら、こう答えたんです。こう書きたいんですが、こう書くんですね。小病と答えたんですね。あ、こうじゃなくて、これでいいんだ。これです。ごめんなさい。こうですか。こういう字です。こう。小病と答えた。
師匠やお釈迦様を超えるということは一体どういうことかって言ったら、小病と答えてる。何でしょうかってことです。小病って。小病って餅のことですよ、普通にね。食べる餅のことです。何でしょうか。お釈迦様のような方も超えてしまう仏法の言葉って何でしょうか。そしたら年末には餅つきだよって答えたと一緒です。新年になったら雑煮ですよって。つまり自然なこと、当たり前のことは本当の意味の尊いことなんだってことを言ってるわけです。仏法ってのはとてもこう世間の人は分からないような、こうとても分からないような教師かなというんじゃなくて、その時その時で年末には餅つきをしましょうって、新年になったらそれをいただいて祝いましょうって、それが当たり前のことでしょ。その当たり前のことが一番尊いことだ。法というものはそういうものだということやった。それがさらに3030年にして手に入る世界なんだ。でも当たり前のことが当たり前でなくなってきています。いろんなことでね。論語にこんな言葉があります。面白い言葉だなと思いましたがね。今日の主君子、今の政治家でもいいし、立派な人たちは、小を知って大を知らずっていうと論語に書いてあります。昔その当時、孔子の時代ですよ。いろんな人がいた、素晴らしい人もたくさんありましたけど、現代の学ぶ人たちは一体どういうものかって、小を持って足りるとす、大をもそれを超える大の世界にはいかない。さらに30年はしないって言うんです。30年は学ぶけど、さらにそこから30年先は行かないと、と言った人がいます。一生、人間一生を学ぶことの連続だということを言ってるわけですね。まあ、私は、現役という言葉はあまり好きじゃないんですけども、皆さんは現役の方ありますか？今仕事とかだけども、大体ある程度でね、もう会社勤めている方だって60の定年で一応引いてしまえば現役でなくなりますね。お坊さんはそういうわけいかんですね。死ぬまで現役だって言われてますね。でそれでいいと思いますけども、でも死ぬまで現役だからってだん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 楽して生きていこうというふうに思うんではいけないと。年いったりいったりさらに努めていくんですか、努力していく、精進していく、これがさらに30年こと30年という意味ですね。で何もとは言いながらね、だん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 私だって年齢がいけば手足も不自由にもなるし、目だって見にくくなるし、耳も遠くなりますよね。私もこの 目がですよ、よく見えるように見えると思いますけども、で2年ほど前ぐらいはもう片方全く失明状態ぐらいだった。白内障です。片方は見えるけど、片方は白内障だと片方つぶると全くぼやーっとしてました。でも片方見えるから何とか知らんふりしてやってましたが、いよいよになってやはり眼科医者さんに行ったところ、もうダメですねってことで手術しまして、両方とも手術しました。ただそう世の中がファーッと開けたようにきれいになりました。それはいいんですよ、いいんですけども、骨の方とかよく見えないやっぱり白内障だって全部いい手術はしてくれないんですね。やっぱりどこから先がよく見えるけど、だってレンズを入れるわけですから、目の中に濁ってしまったレンズを取り払って新しいレンズを入れるわけです。それは肉体についてのレンズじゃないから、これが効かないわけですよね。この調節がね、どっか先は見えるけど近く、そういう不自由はありますけど、まあ人にぶつかるようなことはなくなりましたけどね。まあそういうふうに年が行けば行くほどいろんな不自由があるんですけども、その中でやっぱり頑張っていかなきゃいけないというのが4番目までの言葉です。ではそれができたらどうなるかということは、今言ったように
文意古病の世界が5番目です。三夏の風紀銀千樹、雪が降ってきたら大変ですよね。先ほど私こう福井について迎えてもらうところに入ってたんですけど、その迎えに行って帰ってくるまであれでもある程度積もってましたから、あの車がですねここまで来た時にちょっと待ってください、行けるかどうか分かりませんと言われまして、4人行くとだから行頑張るってガーッとそのまま行きましたけど、つまりこういう雪が降るのは遠くから見たら綺麗だけど生活してる人にとっては誠に迷惑なものじゃありません。でもそれを三夏の風紀銀千樹と言えるかどうかなんです。悠々とした姿です。これ今銀千樹っていうのはあれですよ、全く今の状態ですよ。千本の木が白で真っ白に覆われてるのが銀千本の銀があるようなもんですよ。ここでこの間も昨日の朝昼までは雪降ってなかったとすればですよ、普通の、まあ、要するに紅葉があったかどうか知りませんけど、まあ、普通の木ですよね。まさか銀じゃないし金でもない普通の木で、葉っぱが落ちれば面倒くさいなと、はかないかんしと、そういうものが一晩で銀で化粧されたら、雪で化粧されたら、おお千本の銀のこの木を持ってるようなもんだっていう、そういう思いが三夏の風紀銀千樹って言うんですよ。この山鹿の家で、これ寺のこと言ってるんですけどね、千本ぐらい木が生えてるでしょ、それが雪で真っ白になったら、まあこの寺は銀が千本植わってるようなもんだっていうわけですよ。こういう気持ちになれますかどうかですよ。めんどくさいなとか雪かきが大変だなとか寒くてたまらないなって思う気持ちと、いやこんな金持ちになってしまったなという気持ちとはえらい違いでしょ。これが修行の力というものなんです。で、漁夫の生涯玉一茶というのは、漁夫の風流玉一茶って何ですか。漁夫って今の時期なんか漁に出るとき、今の方々はそんなことないんですけど、昔は雪でも降ったらどうしますか。ミノー、そしてそれがミノー着てこう漁に出ますよね。小舟に乗ってこうで釣りをするか網をかけるか分かりませんけど、そしたらその姿をふっと遠くから見たら一幅の絵じゃないですか。それを自分自身で感じられるかどうかですよ。どうせ海に入るんだから濡れたっていいはずなのに、そういうあのこうなんていう風流っていうんですかね、たしなみというのが、その世界を漁夫の風流玉一茶っていうんですよ。その気持ちが皆さん我々にあるかどうか、学ぶもの修行するものにそういうあの余裕があるかどうかですね。4番目までは頑張って修行しないか、修行しないということをずっと言い続けてきましたけれども、最後の最後になってその余裕があるかどうかですね。どんな雪に生まれてしまってもですね、それをふっとこう楽しみとか景色、美しい景色とか、あるいはあの雪を全部自分の財産のように感じるっていうんですかね。こうありたいもんですよね。それと同じようにちょっとレベルが違うんだけども似たような言葉に、三層の角形茶三宝、三層の角形茶三宝。私は実は今正源寺という寺の住職でもありますし、ここの寺の住職でもあるんですが、修行中にできればこういうふうになりたいなと思ったことがあるんです。まだしどっかの寺に行ってですよ、和尚にならなきゃいかん立場でしょ、修行するってことはね。どんな寺に行きたいかなと思った時にこれ思ったことがあるんですよ。三尊が角形茶三宝、檀家なんか一軒もなくていい。で、
お茶畑があるって、それで茶を摘んでそれを売ってそれだけで食べていければいい、できれば牛一頭飼いたいで乳を搾ってその際に飲んで余ったのは売ってですよ時々バター作って、そういう山のその小さな寺でね一生過ごしたいなとこう思ったことありますね。それが間違った思いだったもんだからこうなってしまいましたそれが三尊が欠け茶三宝ってそういう意味ですよ。お茶の畑が三宝、三反もないです、三反のところじゃないです、三宝だからもっと小さいです、三が三世ですかね、そんなようなもん。三世ってピンときませんかね今ね。一反は十世ですよね。一反っていうと330平方ですかね。一世が33平方だからまあ3世か4世あればいいですね、うん、時々高圧に出てそういう寺がいいなと思った時期がありましたね、うん、残念ながらそういきませんでしたけど。で漁夫の生涯と同じように三尊が欠け茶三宝、漁夫の生涯竹一貫って言うんです。漁師はそれは船があればいいことはいいんですけど、竿だけ一つあればね、それな魚が釣れれば十分自分の食べる分と家族を養う分ぐらいなんとかなるんではないかっていう、そういうまあ非常にこう淡泊な考え方ですね。これ古短と言います。古短っていう言葉ご存知ですか。なんとなくこう感じが現れてません。三尊が欠け茶三宝とかね、漁夫の生涯竹一貫とかそういう感じしません。三家の風紀銀泉寺も一緒ですよね。まあ痩せ我慢してるようなもんですよね。木しか生えてない寺だけど雪でも降ってくるなさい、もう 銀の棒が千本あるぞって銀の延べ棒が千本あるぞってこう言ってるようなもんですよ。古短という言葉です。枯れて、あ、爽やかってですかね、あ、淡き。さあ時間がそろそろ参りますが、この正月のが迎えるそのこの暮れの一番最後の頃に使う前後、ここに書いてありませんけど皆さん ご存知の言葉だと思いますが、見よ見よ老月つくっていう言葉ご存知ですか。聞いたことありません。その言葉でちょっと締めたいと思いますね。こっちが書けませんでしたので、これ作ってこれでもいいんですけども、普通こういう字を使いますね。昔の字を使います。こっちの字を使うんですが、見よ見よ老月作っています。老月っていうのは本当はこう難しく書くんですけど、こんなふうに書くんですね。老という字は正式にはこんな字ですね。それをこんなふうに書きますけど、老月というのはこれろうそくの老という字で簡略化した字ですね。ろうそくも今使ってられるとこ少なくなりましたけど、あれ火つけるとだんだんこうと燃え尽きてきますね。だんだん最後なくなってきてもうこれじゃダメになります。
それと同じように1年間が老が尽きるようになくなっていくから老月と言います。12月のことを老月と言います。でも12月も終わりますよって、簡単には12月も終わるよっていう言葉ですね。でこの言葉は一体どうしたら出てくるかって言ったら、このままで独立してこうなりますけども、この時期どうなりますか、世間。この時期は木がだんだんこう葉っぱも紅葉がみんなダーッと落ちてきて、まあ雪が降る前と思ってください。雪が降ってしまったら隠れてしまいますから。で畑とか田んぼとかはどうなりますか。もう収穫するものなんか何もありませんし、でもしこの11月ぐらいにこうパッと切るもで収穫するもの何かありますか。10月11月に取るものって何でしょうか。この辺一帯で収穫するもの何でしょうか。あ、そばもありますけど、そうです、稲ですよそれを言いたいんですよだとこっちの辺は有名な、なんて、なんだっけ、何です、なんとか誉れ父誉れの名産地でしょ。でそれ大体遅い時も 10月の末ぐらいに稲刈りしますか。そういうふうになってしまって、その田んぼはもう何もなしでしょ。そういうふうになった田んぼのことを荒田と言います。荒れた田、荒れてるわけじゃないですけど、要するに何もないもんだから荒れた田っていうふうに荒田ですね。そしてこういう地域にはあそこも田んぼ、ここも田んぼだからずっと見渡す限り田んぼになりますね。そういうのを盤景の荒田と言います。なんとなくそういう感じがしませんか。みんな盤景という言葉があんまり難しいですけども、非常に広いことを盤景と言います。景というのは単位なんですね。R とか今だったら壺とか言うでしょ。その単位のことを景って言うんですよ。だから1万何万壺とか何万、ね、単でもいいですねそういうところがずっと何も今 稲を買ってしまえば、それまではこう本当に小金の世界だったけども何にもなくなるでしょ。盤景の荒田になりませんか。その盤景の荒田で誰がそこの主人かという質問をした時に、そんな何もなくなってしまった時に誰がそこの本当の主人公だっていうんです。どういうことでしょうかね。盤景の荒田の主人公は一体どういうふうにそこで対応するかという質問をしたときに答えた言葉が、見よ見よ老月つくです。ピンときませんね。ね、今まで本当に宝の世界、風紀そのものだったでしょ。風紀っていう言葉が横にあるから、それが稲を買ってしまったらその田んぼは全くの荒田になりますね。そこの主人公って一体どんなもんだって。いや、ちゃんと裏ではね、米売ってあるから、もうお金いっぱい持ってあるとか、貯金通帳がバーッとなってるだと、そう言ってしまえばおしまいなんですけども、その田んぼでそれを、その今まで小金の世界から何もないところを見たときに、その人の心境になってください。
実はこれが最後の結論なんですね。これは見よ見よ老月つくと言いました。ある方がですよ、私が言ったわけじゃない、ある方が言った。そしたら見よ見よ老月つくだけども、年を超えたら春になるんじゃないですか。それが自然の世界というか、この法の世界そのものじゃないですか。全部なくなってしまったなって、寂しいじゃなくて、それはまた次の世界、次の時が来るわけです。これをはっきり知ることが見よ見よ老月つくです。なっているのにそんなことはない、俺は時に見よ見よなんて言ってるんではダメですよね。このように時は過ぎていくんだ、その代わりまた新しい時が訪れてくるんだ、これを素直に受け入れていることが法の世界なんですね。なかなかそうはいかないと思います。ある時には喜ぶけど、亡くなったら悲しいなとかですね、つまらないとかと思いますが、それはまた新しいことが始まる兆しなんだという、兆法年というやつですね。兆しというやつ、兆法年と書きますね。兆しの法年とか、ですから今年もいよいよ終わって、みよみよ老月つくでありますけれども、また年を超えて新しき、この前後の解説の会が始まります。でいつまでもぐずぐず思うではなくてですね、もうピチッとこうが今年は今年でおしまい、また新しい年が始まるというふうに取っていただければありがたいなと思いますね。